ゆるく楽しむプログラミングと電子工作。人感センサーやモーションセンサーとして扱われている PIR センサーを紹介します。 PIR センサーは人の体温などから放射される赤外線を検知して人の存在を感知するセンサーです。 PIR センサーが感知しているのは赤外線そのものではなく赤外線分布の変化です。周囲の熱放射パターンを監視して熱放射パターンに変化が生じた時に反応します。人や動物の体温などある物体がある程度の熱を持っている場合、その物体は赤外線を放射します。 PIR センサーは複数の赤外線センサーを内部に持っており、センサーに向かって動く物体によってセンサーが受ける赤外線のパターンが変化します。この赤外線の変化が PIR センサーに取り付けられた電子回路で検出され、人や動物の動きを検知することができます。 PIR センサーは検知範囲内に人が入ってきた時に反応します。非常に低い電力で動作し、センサーが動作していない時はほとんど電力を消費しません。応用範囲が広く、電子工作や DIY プロジェクトにも向いています。まず最初に使用するのは HCSR501PIR センサーです。これはフリーノーブプロジェクトキットに入っていたものですが、エレグーの入門キットにも入っているようですし、メジャーなユニットのようです。 Amazon などでも購入できます。3個で600円とかで売っています。使い方は超簡単で、 VCC グランドに電源をつなげば OK。 センサーが反応するとアウトが一定時間ハイになります。左側の可変抵抗はセンサーが反応した場合に出力がハイになっている時間を調整するためのものです。右側の可変抵抗はセンサーの感度を調整するためのものです。少し動かすだけで出力時間や感度が大きく変わるので、調整は慎重に行いましょう。 PIR センサーは動きを検知してから一定の時間が経過するまで再び動きを検知しないように設計されています。このため連続した動きに対しては反応しない場合があります。右端のジャンパーピンは連続検知スイッチになっています。ジャンパーピンが H 側だと熱源が動き続けていても一定時間が経過すると出力がローになります。ジャンパーピンを L 側にすると熱源が動き続けている間は出力が継続的にハイになります。センサーに反応したらアウトがハイになるだけの簡単な仕様なので、マイコンを使わなくてもこのセンサーとライトだけでガジェットとして成立します。もう一つの人感センサーはキースタジオビギナーキットに入っていた PIR センサーです。一応 Amazon でも売っています。こちらのセンサーは調整すらなくて VCC、グランド、シグナルを接続するだけでさらに簡単に使用できます。一種のスイッチとして扱えば良いです。アルドゥイーノで使用する場合にも入力ピンがハイかローかでセンサーのオン・オフを判断すれば良いです。以上、人感センサー、モーションセンサーと呼ばれる PIR センサーの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。